お日本のお客様、皆様、こんばんは。お元気ですか私は台湾のサクスポンプレイヤー、ミュージシャン、ピオフ・フフー・シェン。こっちらはミラーマ、台北のミラーマデパートです。土曜日、日曜日の夜、こっちでライブショーする。ステージは大きいじゃないよ、小さい、かわいい、ね。 お客はみんなフリーするね。あそこはテーブルたくさんいっぱいあるですね。あそこもある。あそこもある。日本のお客様ね、フェンス、いつ来るんですか日本の使用する。これ簡単じゃない。や あれは日本の会社、プロダクション、私のグループ、はっきり相談する。私の日本語、まだまだあまり上手じゃないな、まだ一生懸命。日本のショー、私大好きですもう待ってるよ。一生で頑張りなさい。よろしくお願いします。 皆様こんばんばは、私です先生の生徒でえ今日は皆様ファンの代わりに先生にいくつかの質問をしようと思います。はい先生こんばんはあこんばんは皆様日本のお客はい、こんばんは元気ですかで先生にあのこんなにうまくサクスフォンを吹けたのがあのどのぐらい習いましたか ?50 年。 もうすごいですね。今若い若い子いないね、今、うん。で、ね、先生は今まであのどのぐらいの国国へ行って演奏してきましたか。おたくさん二十二歳だけ日本に行った。 わあ、二十二歳ですね。NHK も NHK ですね。これ NHK で演奏しましたよ。あ、あの時ね、あれコロンビアのレコード会社、はい、経約する。わあ、素晴らしいですね。あの時は二十二歳。うん、わあ、若いですね。<laughs> 今六十五歳。えー、今の年言わなくていいですよね。<laughs> 私は中国日本のコリアもいたフィリピンアメリカカナダオーシャル数えきれないですね30何何カ国行ってきました素晴らしいですねうちの先生一番好きは日本人わあ一番好きなの先生今おっしゃいまして 一番好きな国は日本ですって、拍手しましまそ,そうそうそう。先生はなぜこういうあ都外の場所で、しかもこのデパートの,あの広場で演奏することになりましたかこっちのボースね、はい、私のエージュンは同学校うん。 特別紹介するのは、新語と、特のこちらの陶磁場とあのクラスメートで、特別あの何回もお願いして、あのぜひ来てほしいと言われて、こちらに来られました。そう、so, あれは11年前、今、お客もいっぱいね、いっぱいる。ああ。 どっちもある。日本、アメリカのあ外国のお客は、はい、いっぱいある。おお。先のうちの先生もすごい日本語喋れますので、本当拍手したくなる。また拍手します。はい。えっ、ー、と日本のファンでからあの先生に来てほしいっていう。

しかし、行くとしたら、いろんな機械設備とか、いろんな手続きとか、場所を取りとか、いろいろありますので、こんな簡単にはい、行きますっていうことになりませんので、まあ、機会がありましたら、先生もその辺で考えると思います。そうまあ、最後非常感謝多日本的粉絲、uh, 支持加油、はい 最後に先生、今おっしゃったのが、あの日本の方々、熱い応援、あしかもあのファンになってくださって、本当に感謝いたします。よろしくお願いします。